イメラジオ第1943回、今日は令和元年10月26日土曜日です。時刻は午後10時半、横浜港北、土曜の夜がどんどん更けつつあります。リスナーの皆さん、週末のひととき、どこでどうお過ごしでしょうか。1943回目の夢ラジオ、今回はボードアンドクルトネ、こんな言語学者をお話しましょう。ボードアンドクルトネ、これで名前なんですよ、名字というか。ですから、ファーストネームはヤンっていうお方なので、本当はヤン・ボードアン・ドゥ・クルトネ。そしてドゥがつくことから、フランス系、しかも貴族なんだなと分かりますね。そうなんですよ、フランス系のポーランド人、ヤンっていう名前からポーランド系でしょう。そして、フランス系のポーランド人で、いいお家のお方で、しかも、ボーダー&クルトネっていうのは19世紀から20世紀にかけて、ちょうどソシュールと世代的には同じ、そういう頃のお方なんですよ。で、この頃、実はポーランドという国がなくて、もうポーランドはロシアだったんですよ。ポーランド分割ってあったでしょ？18世紀の終わりに3回ぐらい。1772年、1793年、1795年というふうに、ここ世界史で教わりますね。で、結果、ポーランドがなくなって、そしてポーランドという国がまた地図にどんどん出てくるのは、第一次世界大戦後ですよ。ですから、このヤン・ボードアンド・クルトネ、言語学者なんですけど、この方も実はロシアの言語学者というふうに分類されます。ロシアの言語学者、ただしポーランド人、そしてフランス系という、ちょっと国際色豊かなお方なんですね。で、この言語学者のボード&クルトネってリスナーの皆さんも知らないっていうお方が大半なんですけど、言語学を志し、そしてその言語史ですね、言語学史か、言語学史というのを、学んでれば、このクルトネさんは出てくるんですよ。ソシュールの同時大臣です。それで、火山学派というのを、作ったというか、このクルトネが火山学派、要するに火山大学という大学が、今もあるんですよ。っていうか、これレーニンが通った大学ですよ、火山大学って。中退してましたね、レーニンは。と、卒業はしてません。だから今も火山大学の中入ったらレーニンの像があるとかって、って撤去しないのかなみたいな。で、このロシアで結構名門なんですよ、全然聞かれないけど、火山大学で。この火山大学の先生になったんです、ボードアンドクルトネ。クルトネと言っておきましょうね、長いから。で、そこで、火山学派というような学派を形成して、そしてその中でですね、ちょうどソシュールが言っていた、音素と形態素という概念を、実はクルトネ主張していたんですよ。というか、本当に言語学に詳しかったら、ソシュールのものとされる、ね、ソシュールにアトリビュートされる、音素と形態素っていう2つの概念も、実はクルトネが、本当に言い出したっていうふうに習いますね。そうなんですよ、ソシュールもこのクルトネの業績をある程度、知っていて、そしてそうかという感じでソシュール言語学を作った面があります。ただし、どっちが最初かっていう、そのね、そんなのあまり
通っても意味はないことで、別にクルトネの方が最初に音素形態素の何て言うか区別を言ってたからといって、じゃあソシュールの価値が落ちるわけではありません。ソシュールは単に真似しただけかということにもなりません。というよりですね、他にラングパゴル違いとか、あるいは通じ教授の違いといったようなものも、大まかなアウトラインは実はクルトネが描いてるんです。ですから近代言語学の祖は、ソシュールよりはクルトネじゃないかとはいうもののですね、やっぱロシア語で書いてた、あるいは火山大学という聞いたこともない大学でやってたということでね、流行らなかったんですよ、いいこと言ってても。そしてソシュールはというと、その彼からプラハ構造言語学が起き、そして後の構造主義につながっていくわけでしょう。ですからポピュラライズですよね、人々の間に広めるというその点においてはやはりソシュールなんです。ただ、こんな先駆者もいたとね、クルトネですよ。で一番大事なのはやっぱ音素概念ですね。音素概念を定義したこと。人が話す音というのは無限にバリエーションがあるでしょう。けれどそれをいくつかの、単位に区切って、その単位を組み合わせることによって言語を喋ってるんですよね。でその人が音をその区切っていく時の最小単位が音素であり、では音素とは何かと言われた時、クルトネは一言、それ以上分けられない心理的な単位、それ以上分けられない主観的な単位、この心理的な単位主観的な単位というこの物言いが重要で、要するに物理的な違いではないのだと。そうではなく、聞く人、話す人ですね、話者、そして聞く人、言語の話し手、そして聞き手がですね、心理的、そして主観的にですね、この音は違うと思うこと、そしてそれ以上分けられない単位が音素なのだと。しかも心でね。ってことは、このそれぞれの言語においてですよ、この音はもうこれ以上分けられないという、そういう分け方っていうか区別の仕方はそれぞれの言語によって違ってきますね。そうなんですよ。今音素についてお話しておりますが、形態素についても同様で、形態素もそれ以上を心理的、そして主観的に分けることのできない形態の単位ですよ。例えば運動するっていうんだったら、運動とするというふうに分けれるじゃないですか、心の中で。けど運と動では分けれないなと思うよね、やっぱり主観的に。だから運動が形態素の最小単位なんですよ、分かりやすく言うと日本語ではね。あるいは音についてもですよ、このラリルレロの音がありますね。ラリルレロと。これをラ、リ、ル、レ、ロとちょっと舌を巻いて発音しても、日本人はそれを違っていないと主観的に思うんですよ。違っていないと。一緒ですと。ラリルレロの L で発音しても、ラ、リ、ル、レ、ロと R で発音しても、これはちょっと変な音だなと思うけど、方言の一種かなぐらいで一緒なんだと。つまり心の中で区別しない。ところがアメリカ人はそれをもろにですね、ルとロという L と R ですよね。それを区別し、少しアメリカ人がそれをするのは、英語でそれをたまたま心理的に分けるからという、それだけの理由なんですよ。この、言語の単位である音と形態、それの最小単位を決めるものは、実は話し手たちの主観であり真理である、この指摘、これこそが音韻論フォノロジーですね。音韻論、これを花開かせる
元となった概念。だから結局後にプラハ言語学サークルによって音韻論フォノロジーというのが非常に盛んになってきますが、元をたどればやっぱりクルトネであり、そのプラハ言語学サークルの一番のお方ヤコブソン、このヤコブソンが非常に懐かしく、そして敬意を込めてこのボード&クルトネを我ら構造言語学の本当のなんていうか先駆者なりと。でヤコブソンはロシア人で当然ロシア語読め、そしてこの火山学派の業績にも触れてはいましたから、おうとソシュールソシュールとカマビスシーが本当の先駆者、我らロシアの大地にありと。で実際その火山学派からはシチェルバとかビノグラードフとかポリバノフといったような、ロシアフォルマリズムの論文集にでも出てくる名前ですね、ビノグラードフとかポリバノフというのは、ああいうお方々がいて、そしてもう一方の学派、火山学派のもう一方の学派モスクワ学派にさっきご紹介したヤコブソン、そして音韻論といえばトルベツコイですよ。このトルベツコイがいた。そしてこの火山学派とこのモスクワ学派というのは実はちょっと対立してたとかなんとかって聞くんですが、私はその対立の具体的な中身はどうかはフォローはしておりません。でしかも対立してようがしてまいが、そのモスクワ学派にいたヤコブソンがクルトネに敬意表して、その本当の近代言語学の礎はここだったなんて言ってるわけですから、それは、ね、そういう対立を超えて本当の学者同士ではやっぱり敬意持つべきものには敬意払うべきものには、ね、そうしなきゃいけないと、ボード&クルトネ、知られざる近代言語学のソシュールと並び、本当は言語史の中に記されるべきお方。ところがこのクルトネについての日本語の書なんかほとんどなく、で実はこのような話をしている私もですね、ロシア語はまともには読めないし、だからヤコブソン研究してた時のそのヤコブソンの受け売りか、出なかったらソ連言語理論小史というそういう本があるんですよ。これ31書房だったと思います。ソ連言語理論小史、桑野隆という、このお方はいい仕事をされましたね。桑野さんっていうバフチン研究で有名で、ロシア語に連達するけれど、ロシアフォルマリズムといえばこの人、桑野隆さんが、その言語理論小史というのでクルトネについて触れている、これくらいなんですよ情報源がね。夢ラジオ1943回、言語のお話が3回続きました。今回はボード&クルトネ取り上げました。これで私も今日は休むことにしましょう。明日も朝早くからオンラインの授業です。リスナーの皆さん、おやすみなさい。